はい、おはようございます。今日は2020年4月18日土曜日でございますがね、このチャンネルはですね、チンゲンサイ栽培にまつわるあらゆる活動を通してね、世界中の皆さんにチンゲンサイの魅力を広げていこうと、そしてまたその活動を通しながら小さなハッピーをこれまた世界中にばらまいていこうじゃないかというね、そういったチャンネルになっております。今日ね、初めてこのチャンネルに訪れた方ね、ぜひこのおっさんむさ苦しいなと思わずにね、ぜひチャンネル登録の方していただいてね、応援の方よろしくお願いします。それでは今日もスタートです。ハッピーチンゲンサイ。はい、ということでね、家の中からの今日はスタートとなりましたが、まあ、今からちょっと仕事行くわけですがね、今日はまあ出荷がないんでね、ちょっとゆっくりめにスタートしとるわけですが、ちょっとね、仕事行く前にね、パソコンの方をちょっとね、いろいろといじる、ちょっといじってみようかなと思いまして、いじって、というのもね、新しいパソコン買おうと思うとるんですけども、この僕のパソコンはね Windows 7でもうしんどるんでね、もう動作も重たいしで、何よりもですね、この GoPro ね、原田農園の原田さんにもらったこの GoPro、 まあ普通こんなもんもらえんですよ。ちょっとね、もうこれがね、早く使いたくて使いたくてしょうがないんですけども、まあ、こういうね、いろいろこんなも一緒にもらったりなんかしてね、とにかくこれが使いたいんでね、パソコンでなんとかせないけんのと思いながら、でももうパソコン買おうとね、これは買うしかないと、で母ちゃんの了解も OK もろとったわけですけども、今こんな状況でね、なかなかこう街に、まあここ田舎なもんでね、なかなか街に繰り出せないという状況がございまして、なんとかならんかなと思っていたところ、ちょっとね、いろいろまあコメント欄の方でね、まだ実は Windows 10にアップデートできますよということでね、教えていただいたんで、ちょっとね、今日朝ちょろちょろっといじってみて、まあ、何にしてもおそらくアップデートする前にね、ちょっとバックアップを今まで取ったことがないので、その辺もよく分かってないんですけども、まあちょっとちょろちょろっといじって、それからまあ多分ね、だいぶ時間かかると思うんで、先にちょろっといじっといてから、まあ仕事に出ようかったと、まあそんな風に思った一日で、まあ本当のステイホームというわけではありませんが、まあステイホームでね、家でできることの動画、こういったそれをちょっと見ていただこうかなということで、家の中からのスタートとなっております。はい、ということでですね、これが僕のデスクトップのパソコンなんですけども、ソニーのですね、バイオ、これも何年前かな、何年前に買ったかも忘れましたが、まあ Windows 7でね、こういうことでございます。僕あんまりちょっと詳しくないんで分かりませんが、一応これあのタッチ画面そんないらんかったんですけどね、どう言ったらいいんですか、妙にこう使えないタッチ画面といいますか、今のそのタブレットみたいな感じじゃないですね、ほんまなんかちょっとタッチ画面の初期の初期という感じですが、でですね、先日まあコメント欄の方でいろいろ教えていただいてね、令和平和さんというね、大ベテランのチンゲンサイ農家の方にですね、いろいろまあ教えていただいてね、 Windows 7がまだ Windows 10にアップデートできるということでね、今日ちょっといろいろチャレンジしてみようと思いまして、それにしてもバックアップというものが全くしたことがないので、とりあえず写真だけはね、まあ、どういうもんかようわからんのですけれども、僕も
とりあえずこの中でなくなっては困るものというのは写真と、まあ、あと PDF とか Excel、Word のちょっとしたファイルぐらいですかね。あとはまあネットの方はね、 Google Chrome で共有できてるし、まああとは特に困るものはないので、とりあえず写真だけはバックアップ取っとこうと思いまして、外付けのねハードディスクがまだちょっとあったんで、昔のやつがあったんで繋いでみたんですが、まあまずこれのコネクト USB のとこがね接触悪くて何回もこう認証できませんとなったんですが、なんとかやっと何回か差し替えていたらね認証できて、一応まずは写真をバックアップということで試みたんですが、こういう具合なんですよ。391ギガ、あ、約11時間だった。さっき残り1日とかなっとったんですけど、まあでもそんな感じですかね。残り11時間、それぐらいかかるんですかね。まあこんな感じでね、とりあえず今日はこれを放置しとかないとどうにもならないであろうということで、これバックアップ取ったら、でね、そうなんですよ、おそらくねこれバックアップ取ったらもうここのこのパソコンの方にあるこのデータは消去しないと、おそらくローカルディスクがもうほぼ使用量90何%、 90% 超えてたんで、これ削除してそこの容量を減さないと、おそらく Windows 10が入れられないんじゃないかと思うんですけどもね、多分ですね、多分そういうことだと思うんですが、まあねちょっとずつやっていこうと思います。はい、というわけでね、まあ僕たち農家はね、ステイホームと、ずっとステイホームというわけにはいかないんでね、まあ、出荷なくてもやることはいろいろあるんですけども、ここがですね、6日前にラクトバチルス菌をね撒いて、あの花が咲いた遠立ちした残菜をすき込んだとこですけども、まだねこう見てもらったら分かるように、水はまあ乾いてきたんですが、水をこう打ったらこうやっぱ土がちょっと沈むんで、残菜がちょっと浮いて見えてきてるんでね、これをちょっとまあもう普段はねもう一発すき込むことはないんですけども、ちょっとまあだいぶ背丈が出とったんでっていうのもあるし、またこうねこう表面に出たままですと、こういう風にまだまだ生きのいいやつがもう一回こうね立ち上がってきたりしますんで、もう一発吸いとこうと思います。はい、こんな感じでね、幸運しておきました。あ、今後ねこれがまたどういう風になるかまた追ってね報告したいと思います。
はい、ということでね、まあちょっと驚しい告知コマーシャルを見ていただきましたが、明日ですね RCC 朝5時45分よりね、日本の力、というねドキュメンタリー番組、我々、夫婦家族とね、チンゲンサイ、僕たちのチンゲンサイグループの取り組みがねドキュメンタリー番組していただいた日本の力という番組がね再放送されますんで、ぜひ広島県在住の方、まあ山口県でも岩国あたりまではおそらく見れると思うんですけども、 RCC が映る方はねぜひ明日朝5時45分より見ていただきたいと思います。はい、ということでね、あと今日はですね、ここまあここが次に植える圃場ですけども、マルチを片付けて、耕運したりね、肥料を振ったりしておこうと思います。まあね本当いろいろ大変な、感じになっておりますが、全国的にね、まあ本当もう何回も言うようですが、本当ねみんなでここ乗り切ってね、まあ僕みたいなもんが偉そうに言うことではないですが、まあ各自一人一人がね本当にまあ気をつけて、早く収束することをね願って今日も終わっときたいと思います。それでは皆さんまた明日、ハッピーチンゲンサイ、明日テレビ見てね。